これよりカターレ富山創設15周年記念ユニフォームスポンサー決定記者会見を開催いたします。私は本日の司会を務めさせていただきます沖口直子と申します。どうぞよろしくお願いいたします。それでは早速ではございますが、まずはこちらの映像をご覧ください。
愛というところにスポンサーになってもらいたいなという強い思いがありました。で、左側の愛知同士の坂井社長、右側の愛知ソフトの松浦社長は昨年、財務強化をするために増資をしたんですけども、その中の新しく加わっている2社さんです。株主ですから、スポンサーというよりもですね、経営の状況をですね、忌憚なく私の方で話をさせていただいて、半ばちょっと泣きついたというですね、ようなお願いの仕方も株主さんですからできますのでさせていただきました。もっと細かいこと言うと、昨年大きな赤字を出して、今年はその赤字の影響を受けて手元資金が薄い中で、点数を狙う、もう一点狙うということで、資金その中でずっと創業してるんですけれども、このお二人には弊社の資金繰り表を見せてですね、ここであなた方がお金を入れていただくことで、私どものクラブ、特に現場は何事もなかったのかのように社会に集中できるんです。そういうような話もさせていただきました。いわゆる営業上のスポンサー交渉で、ここはメリットあります、そこはメリットあります、だからスポンサーになってくださいという交渉は、一度もしないまま応じていただいた、大変高原にとってはありがたい、ありがたいスポンサーさんです。ナイン自動車さんはユニフォームの背中に、で今までついてたワントヤマはですね、今集まっているお金の状況を見て、5試合分だけ8月26日から開催される5試合限定の15周年記念用のユニフォーム着用期間だけパンツの後ろに移動して、ナイン自動車さんがご向上いただけるにふさわしい額とマッチした場所が背中だったので、何人かが背中に来ている。それからアイソフトさんは、鎖骨ですね。で今鎖骨、省エネ産業さんと北陸電力さんなんですけども、省エネさんがご厚意で、カタールの総収入が増えるんだったら、そのご支援分はお譲りしますという契約形態を取っていまして、そこにアイソフトさんが来ている、そういう経緯です。いずれにしましても、両者とも新しく加わったことにして、カタールの経営が内容もよく知った上で、それを組んでいただいて、年度途中でありますけれども、ご報道いただけたということは、本当に頭が下がりますし、その分、現場がどういうふうに結果で応えるかというのはもう決まっています。現実に戻る、それがお二人の思いに応え、はい、そして富山のお人たちに元気になっていただくことがお二人の思いでありますので、そこをちゃんと詰め切って、このユニフォームを身を引き締めて着用して戦っていきたいなというふうに思います。後ほどお二人からご挨拶があるかと思いますけれども、私は、経営の救世主として、大変感謝をしているということを、ぜひ、カタールを応援していただいている皆様にはお伝え申し上げたく、最初の挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。成友社長、ありがとうございました。それでは、ナイン自動車坂井社長様からご挨拶を頂戴する前に、私からナイン自動車様についてご紹介いたします。ナイン自動車は1965年に創業し、富山県内を中心に自動車の新車・中古車販売、修理、板金塗装、各種保険を手掛ける自動車販売店でございます。カターレ創設時から支援を続け、チーム、フロント、スクール、アカデミーへの車両サプライに加え、2022シーズンからはトレーニングウェアのスポンサーとなるなど、物心両面でカターレ富山を支えるオフィシャルパートナー、そして株主でございます。それでは、坂井社長様、よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。昨年の、サマーユニフォーム限定に
続きまして、今年度も、15周年記念ユニフォームのスポンサーを務めていただくことになりました、ナイン自動車と申します。よろしくお願いいたします。私個人で言いますと、監督の小田切君と高橋翔太君は、後輩になりますので、まあ、なんとか頑張ってもらいたいなという思いもございます。またどんどん選手が富山県内の、から来ている選手で、まあ、地元を離れて富山のために頑張っているという選手がほとんどです。本田選手がこの富山のために頑張っているということで、私も、生まれ育った富山にずっといますので、なんとか頑張ってもらいたいなということで、今年も、スポンサーをさせていただくことになりました。5試合ということで、昨年は3試合でしたが、今年は5試合ということで、ぜひとも昨年と同様、負けない、試合をやってもらって、まあ、今年は背中ということで、背中から何か押せればいいなと思います。また当社、自動車関係なんですけど、ユーザーにもたくさんの、ファンでし、カタールのファンでしたり、サポーターの方がいらっしゃいます。その方々の思いも困ってますので、ぜひとも、ご支援頑張ってもらって、J2 に必ず復帰していただきたいと思います。よろしくお願いいたします。続いてアイソフト様をご紹介いたします。アイソフトは2012年に創業し、システムソリューション、ソフトウェア開発、人材育成、研修事業の3つのサービスでお客様のさまざまな課題に最適なソリューションを提案、未来の価値を創造するイノベーション企業です。2022年12月には富山市内の優れた成長企業を表彰する富山市ヤングカンパニー大賞において優秀賞を獲得いたしました。カタール富山のオフィシャルパートナーであり株主でございます。それでは松浦社長様、よろしくお願いいたします。株式会社アイソフトの代表をしています、松浦です。よろしくお願いいたします。まあ、今回改めてですけど、弊社の方の企業の方も、ご紹介させていただきます。弊社はですね、ソフトウェアの開発事業と、エンジニアの派遣事業、そして研修事業の3本柱で、事業を行っております。カターレ富山さんの、アカデミーコーチへの研修とか、あとスクールコーチへの、研修、あと、課長が上レベルへの研修なども弊社の方で提供させていただいております。そして、今回の15周年記念ユニフォームの、サポートスポンサーとして、やらせていただくことになったんですけども、これを決定した、理由として、2点ございます。まず1つなんですけども、カターレ富山さんがこれまで、取り組んでおられた、活動にすごく、共感することになりまして、まずそれと、あと左友社長の、行動力、そして実行力、さらには、チャレンジする、その姿を見て、すごく心に響いたというのがまず1点あります。そして、もう1点なんですけども、今回のこのスポンサーをする上で、弊社としてはすごく1年も上がるし、広告媒体としてはすごくいいものだとは思うんですけども、正直なところそれだけはちょっと自分としては足りないところがあったんですけども、そういった中で左社長から、事業支援という部分で、提案いただきました。これまでも左社長の
なご経験っていうのが、弊社にとって、成長につながる一つの、基盤材になるのではないかなと思っておりまして、今回、スポンサー、協賛というところで、投資という形で、やらせていただきました。まあ、今後はですね、株式会社アイソフトも、富山を元気にするために、社会貢献できるような、企業にしていきたいと思ってますので、よろしくお願いいたします。松浦社長様、ありがとうございました。続いて契約締結式を行います。お手元の契約書にそれぞれサインをお願いいたします。さて皆様、お待たせいたしました。本日はここ会見場に監督と選手たちが駆けつけてくれていますので、登場していただきましょう。本日は小田切道治監督、安藤直人選手、八木下大輝選手、吉平翼選手に登場していただきました。さて、15周年記念ユニフォームについては、来る6月23日の15周年記念パーティーまで非公開としているため、本日その全貌をお見せすることはできませんが、今回記者会見用に届いたカットデザインをもとに、左友社長から可能な範囲でご説明をいただいてもよろしいでしょうか。ね、全部見たいなっていう人多いと思うんですけど、これだったらなんやねんっていう感じだと思うんですけど、うっすらとどこがスポンサーかとかって見えるかもしれないですけど、デザインはですね、先ほど申し上げたように、15周年の決してなだらかな道のりじゃなかった、その起伏のある、そして、時には、ね、すごく傷ついたり、痛い思いをしたりっていう、そういったいろいろなこう壮絶な 15年間っていうのを一枚の絵に表したという、コンセプトです。それから誰が見ても、あ、これは2014年降格してるんだなとかね、これは2021年で首位で折り返した時のあれだなとかね、なんとなくみんなが見ても分かるような、そんなデザインになってます。それから、やっぱり全体は私はもうブランドカラーっていうのは絶対にどんなことがあっても、ちゃんと散りばめろと、クラブの DNA っていうのは色って存在するので、でそれを尊重しつつも、やはりみんなが歯を食いしばってここまで来たっていうところでいくと、重めのトーンになっています。で去年って今酒井社長から見せられたんですけど、限定ユニフォーム負け知らずの、ね、今度5試合これ着て、ね、15年分の OB たちの思いを、時には背中を押したり、時には倒れた時にすぐ立ち上がったりとかっていう、そういうことを着てる選手たちが自然と思うようそんなデザインにしたつもりであります。あとは6月の24日、レジェンドたちが来て、まずお披露目をしますので、その際に、全体を見ていただければというふうに思います。ありがとうございました。それでは監督、選手からもコメントをいただきたいと思います。まずは小田切監督。クラブ創設から選手指導者として関わり続けてこられ、15周年の記念すべきユニフォームにスポンサーが全て埋まりました。今の率直な気持ちをお聞かせください。はい、まずは感謝の気持ちでいっぱいです。
まあ、あの15周年ということで、まあ、クラブにとってもあの大きな節目の大事な年ですし、まあ、その、記念すべきユニフォームが全部あるということ、また過去、見た時にあの10年の時には残念ながら全部埋まらなかったので、まあ、今回このように本当にこう全て埋まったというのはあのと感謝の気持ちでいっぱいです。まあ、それに恥じぬよう、まあ、5試合を精一杯戦っていきたいと思います。本当にありがとうございました。続いて安藤選手にお伺いいたします。昨シーズンはユニフォームの胸スポンサーは決まりませんでしたが、ピッチで戦う選手にとってユニフォームのスポンサーというのはどのような存在でしょうか？やっぱり見栄えがすごくかっこいいっていうのと、たくさんのスポンサーさんに支えられてるっていう気持ちで、あ、いつもよりすごく力が入って、ないより全然気持ちが違います。ありがとうございます。柳下選手、確か5年前の10周年記念ユニフォームを着用した福島戦では2得点を挙げる大活躍で、巷ではミスターアニバーサリーと呼ばれていると伺っていますが、今回の15周年記念ユニフォームではファン、サポーターに向けてどのようなプレーを見せたいですか？はい、もう5年が経つのかなと思う気持ちと、そんな風に言われてるのも初めて聞いたんですけど今年は、新しい冬限定ユニフォームで試合ができるということで、一層気を引き締めなきゃいけないですし、負けることができないなとますます思いますし、必ず今年も結果で選手たちを答えたいなと思います。ありがとうございます。そして吉平選手、プライベートではライン自動車の酒井社長と大変仲が良いと伺っておりますが、15周年記念ユニフォームを着て何得点するか、酒井社長の前で宣言をいただいてもよろしいでしょうか？そうですね、まあ、15周年ということで15得点したいなと思っています。ありがとうございます。それでは最後にチームを代表して小田切監督から、このユニフォームで戦うホーム5試合への意気込みをお聞かせください。はい、まあ、先ほど酒井社長の話もありましたし、負けない、サッカーを目指すとともに、あとはこのアイソフト様、ライン自動車様、だけでなく、先ほどお話にあったようにその背中には多くの方が、我々を支えてくれていると思っているので、まあ、その、方々に本当に恥じぬようにゲームをしたいと思います。勝つサッカー、負けないサッカーもそうですけども、たたれらしく、泥臭くたくましく、タフに戦う姿を見せながら結果にもこだわっていきたいと思います。どうぞ応援よろしくお願いいたします。ありがとうございました。とにかくやりとも社長も、まあ、社長に就任してからこの話の中でもう J1 優勝っていうのはこうビジョンの中にこう持ってらっしゃるっていうところがすごく、夢があるなっていうか、まあ、夢っていうところはあるんですけど、なんかこう託したいなっていうそういう思いがすごくあったので、まあ、今回、突然会社に来られまして、突然お願いされまして、で、まあ即決断いたしましたので、まあ、そんな社長との、まあ、思いが伝わってるなというふうに思います。まあ、セカンドキャリアっていう、まあ、最初本当にその部分で、何かできないかっていうことで、まあ、アプローチしたっていうのが最初のきっかけになります。で、まあ、将来的にはそういった部分もやっていきたいとは思ってるんですけども、まずはもうやっぱりその選手の、まあ、セカンドライフ、セカンドキャリアも大事なんですけども、やっぱりその選手として人としてっていうところの教育っていうのも、まずやっていきたいっていうのもありまして、まず、チームとしては、ソフトウェアなんです
構築をしていますけども、まあ、今回、大きな実装を弊社の方で採用して、人材育成につなげていきたいというふうに思っていまして、まあ、将来的には必ず、そういう追加のキャリアというのはやっていきたいなというふうには思っております。まあ、それはもう選手にやる気したいなと思いますので、はい、それはもう選手に言っていただければ、私も教えて聞いてました。お三方聞いてました。やる気で。お願いします。よろしくお願いします。あの今言ってた、ね、研修事業ってそこで司会やっていただいている井口直子さんって司会やってるんですけど切れ味鋭いコーディネーターのトレーナーですから、私どものスクールの講師たちも仕事されましたし県にはですね大手の工事電力関係そういうところでも実績があるのでぜひこの場を機会に、もうなんか顧問みたいな感じがすると、お見せ置きいただければなという